マイカーこと杉浦太陽です。おはようございます。今日は4時起きでやってまいりました。海でございます。今日は東京湾ですね。東京湾の先の方の走り水という海ですけども、やっぱりね、釣りの基本にちょっと戻ろうかなと思って、アジ釣りです。大衆魚ですけども美味しいから、ノンもさばけるし俺もさばけるし、家に持って帰って喜ばれる魚ということで、前にねダイソーで紹介した100均のやつで釣れるから、一応まあ今回仕立て線って言って貸し切りなんですけども、ルールっていうのも最低限ありますから、そこで基本の釣りをしながら、もしよければダイソーの道具も持ってきたんで、ほんとよろしくお願いしますみたいな感じでちょっとね釣りをしていきたいと思います。さあ早速今日もいっぱい釣って帰りたいよ、行きましょう。それではスタート。釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタじゃね。今日の仕掛けですね、はい、ここにイワシのミンチを入れまして、ばらまいて魚を寄せて、ここの先に仕掛けをつけまして、餌は赤タンね、これに食いついてくると。これ何ですか？紅生姜みたいですけど、これイカじゃね、着色してるやつ。あ、着色してる。そうそうそう、これをつけて釣るんですけども、100均の道アイテムをいつ出すか結構潮の流れ早いからさ、私の釣りセットですけどね。なんせ、まあ、餌もちっちゃいように、何で釣ればいいかな、まあ、これですよ、破格の値段のリールとロッド。それ2つでどのくらいですか、お値段的に。3500円とかじゃないかな、ありえない。ちなみにそちらの差は20倍ぐらいするんじゃないですかだからもうこんなルアーで釣るのか、とりあえず多分もう防波堤じゃなくてできないんだよね。前ちょっとね、ヒラメ釣りで試したんだけど。釣れたんですか？いや、なんかでもね、歯型ついてるね、これ。これは100均ですか？これ100均。これヒラメ狙ってたのに歯型ついたの、これ。へぇー。プッては来るのよ。遊びでやってはみますけど、やってはみますけど、なんせアジ釣りなもんで。あとは工房筆を選ばずとよく言いますけど。工房筆は選ぶんだよ。偉い人でもやっぱりいい筆使ってるからさ。あとはちょっと、海の状況次第でチャレンジはしてみたいと思いますけども、とりあえずまあ、まずはメインのアジ釣り、これをちょっと釣っていこう。出港しましょうか。よし、やりますか。ね、イワシの道を入れて一目
マジでマジで。ほら、ほら、めっちゃ入れるよ、ほら。あー、ついでかい。ほいほい。はーい。本日の2個目です。ヒットです。ここでダイソーの100均アイテム。なにー、これで魚を触ることなくゲットができる。ダイソーありがとう。こういう時も使います。ダイソーいいよ。はい、アジア。これで坊主はなくなったので、まあ安心です。坊主なんか、坊主という言葉は俺にはない。いやいや、過去の YouTube 見てください。やめろ。マーちゃん釣れた？一匹サバだったか、お前。え、サバ？サバじゃねえよ。マーちゃん頑張って。釣りバカの出てますね。こういうことです。カズニー釣れた？これ2本目よ。大先ええな。マジでやるか。メタルジグ調子いいとき。相当のアイテムで果たして釣れるのか。でも最低家族分は釣っといた方がいいんじゃないですか。今日は何匹釣って帰るって言ってきたんですか。今日は大量って言って。じゃあこのペースでいくと30はいける。今日は素敵デイズよ。アジが3本上がってるんで、ダイソーアイテム好調です。あ、落ちて落ちて。だからこのラインを切ってここに結べばいいんだよね。これをあえてさよなら食ったらいいよね。ダイソー頑張ってもらおうかな。保険かけとこ。保険それいりますか。え、保険とりあえずこうやってみようか。果たしてダイソーの100均アイテムでアジは釣れるのか。頑張ってほしいな。行くね。どうする、別のすげえ魚。タイが釣れるかもしれない。タイね、いるらしいな。食いました。食いましたよ。おお、食った食った食った。どこの針についてるでしょうか。アジよ、俺のメタルジグについてくれ。あ、サバっぽいな、お前。あ、釣れるけど。あ、アジだ。アジ。あ、でけえアジだった。結果は上に食いましたね。ですね。メタルジグに食わずに上の餌に食ってしまう。ガズリ釣れてる？何本目？3。二刀流むずくね？3点掛けきました。サバですね。
はい、100均のメタルジグでサバが釣れました。結果オーライでしょこれ。ちょっとあの餌つけてんのは見逃しといて。100均のメタルジグ釣れたつけたらダブルサバヒット。あ、外れちゃった、外れちゃった、外れちゃったけどメタルジグに食った。これも今までよりちょっとでかいかね。メタルジグやるやん。ちょっと大きめのやつ釣れるやん。あれ保険は関係って言ったの？関係ないと思う。これ多分あ、来るんだよね、これね。こうやってヒットしちゃうわけですよ。やりましたね。だったらまあ餌釣りの中にメタルジグ落としてる感じやけども、今回はアジ釣りの中で100均道具をどう使えるかという検証なので、このアイテムしっかり、これもそうやね、十分通用します。十分です。釣りの入り口としてはすごく使いやすいのかなと思います。僕もいろんなブランドを使ってますけども、ブランドの方はもちろんいいから、そこから自分でチョイスしていって、100円だから気軽に使えるじゃん。確かにやっぱ大事にしたいアイテムとか選んで使っていくのはすごくありだと思うから、これで釣り好きの人がもっと増えてくれたら嬉しいですね。あとはもうちょっと順調に釣りを続けて釣果を待っていてください。今で6匹ですか？アジ6、サバ4。サバはリリースしてます。家族分1匹ずつは確保ですね。アジはゲットしました、家族分。さあこちらダイソーのリールとボット、そしてダイソーの 40g のルアー。ちょっとね、潮が速いから沈むかどうかがちょっと問題なんですけど、効果は十分です。はい、めっちゃ釣れたんで、いらっしゃい。釣れれば。よかったですね、工房筆を。そう、工房筆を選ばず。久しぶりにね、友達と喋りながら釣りしてたら釣れる。お疲れ様でした。今回はアジがめちゃめちゃ釣れました。血抜きと神経締めして入れたんですけども、ざっと50は超えてるよね。超えてますね、多分かなり釣れたんで。これをから持って帰ってお裾分けしたりとか、ノンと一緒にさばいていきたいと思います。ダイソーの100円グッズで釣れたのが嬉しすぎて、マネージャーさんにね、アジ釣ってもらってる間俺ずっとジギングアナウンスしてたんですけど、 80% ぐらいの確率で釣れました。サバがバン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 食うんで、ダイソーはね釣れます。ただやっぱりあのお値段もお安いものなので、耐久力がちょっと糸とか変えた方がいいかもしれないですね。でも本当にちゃんと釣れたので、僕的には大満足です。サバは今回持って帰んなかったですけど、アジはもう美味しくいただきたいと思います。いやー、やっぱ釣りは楽しいわ。というわけで今回はね、アジ釣りで100均の釣りアイテムで本当に釣れるのかと思ったら、サバが釣れました。ありがとうございます。さあそれではこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。釣りは楽しい。お疲れ様でした。バイバイ。